ジョゼ・マヌエル・ロドリゲスは、ポルトガル・リスボン出身の写真家、映像作家。20年以上もオランダに住んで活動していたが、1993年から、ポルトガル・アレンテージョ地方のエボラに住んでいる。1951年に、ポルトガルのリスボンに生まれ、アントニオ・サラザールの独裁体制下で育った。アンゴラとモザンビークを、植民地として維持するために、 男性に兵役が義務付けられていたため、1968年には国外に亡命した。1968年から1969年にはフランスのパリに住み、1969年から1993年にはオランダに住んだ。オランダでは写真を学び、1975年と1979年には子供を授かった。 1987年から1992年には、アムステルダム美術評議会の一員だった。オランダのロッテルダム、ポルトガルのポルト、エボラ、カルダスダライーニャなどで写真を教えた。2007年から2008年には、リスボンにあるイヤでの資格芸術研究科で、客員教授を務めた。2009年からは、エボラ大学資格芸術学科で、客員助教授を務めている。 ありがとうございます。